ってば、こんなとこで何してんの？ああ、今度ちょっとしたイベントを開催することになってな。俺はその準備を任されているんだよ。で、何のイベント？連続で襲ってくる敵を倒していく100人組手っていうイベントだ。へえ、それ面白そうだってばよ。ナルト、なんなら挑戦していくか？まあ実験的なものでよければだが。え、いいの？ああ、ちょうど準備が整ったばっかりだし、お前の成長具合も見てみたいしな。もし100人倒すことができたら、ご褒美もやるぞ。へへ、じゃあイルカ先生をびっくりさせてやろっかな。準備が整ったら俺に声かけてくれ。すぐに100人組手を開始するからな。準備は整ったか？こっちはいつでも組手を。分かったよ。それじゃ早速始めるぞ。お前の成長っぷりしっかり見せてくれ。
お前の成長っぷりには驚きを通り越して感心するよ。ジライア様との修行はしっかりと身についているんだな。これはお前の成長を祝っての褒美だ。これは実はジライア様に頼まれててな、達成した暁に渡してやってくれって。しかし強くなったな、ナルト。また挑戦したくなったら言ってくれ。今度はもっと歯応えのある相手を用意しとくよ。こんなとこで何してんだってばよ。ナルト、お前は秘密を守ることができるな。いきなり何だってばよ。秘密を守ることができるな。まあそれなりに。ならばちょいと手伝ってほしいことがあるんだがね。嫌な予感。
やつだ。で、俺は何を手伝えばいいんだ。まずはこれを受け取れ。サイン付きイチャパラ。そうだ、わしのサインが付いた超レアなものだぞ。いらねえ。それはイチャイチャシリーズグッズの購入者に抽選で当たる代物での。それを俺が届けるの？その通りだ。練習場にいる当選者のもとに無事に届けてほしい。無事にって大げさだな。何を言う、わしのサインは超レアなのだぞ。いつどこの不届き者がその本を奪いに来るか分かったもんじゃない。ええええ、分かったってばよ。とりあえずこれを届けてきてやるよ。悪いな、わしはちょいと野暮用があるんでな。後のことは頼んだぞ。さっさと終わらせるか。手に持ってる本ってさ、おお、本物だ。本物の作者のサインだ。しょうもない。悪いけどな、その本は絶対にいただくぜ。観念しな。しまった。やったー、サイン本ゲットだぜ。失敗しちまったってばよ。うちはサスケのことは私も聞いたわ。はダメだったらしいな。とはいえ沈んでばかりいても、しミア、お前のことだ。もう次を見据えてるんだろう。編成をどのような編成にしますか。支援は誰に任せますか。それではすぐに呼び出しますね。支援は誰に任せますか。わかりました。そのように指示を出しておきます。また今度来てください。何年たっても変わらないね。まあそれがいいところなんだろうけどさ。まったく面倒なことが続いてやがるぞ。
最近美味しい焼肉屋さんを見つけたんだよ。今度の任務成功祝いはその店で決まりだね。今からお腹を減らしておかないと。お前と出会ってもう長いこと経つな。いや、なんでもない。この頃、頑張って。今でこそガイさんはリー君とばかり修行を行っているけど、ずっと前僕も参加したことあるんだよ。長続きしなかったけどね。それでもガイさんとの関係は続いているよ。なんだかんだでガイさんは面倒見がいいからね。ちょっとこそばゆいけど嬉しいことだよね。